司会者はエリック・プリンスに、たくさん金もらって、お前らのその部下はたくさん人殺しをして、一般人を殺して、で、やりたい放題やって、なおかつ今はアメリカの、に忠誠を誓わず、他の国の人の、の人と、傭兵としてもやってるじゃないかと。もともとネイビーシールだった状況の人と見えないんだけどっていうのは多分言いたことだと思うんですよ。で、そこに向かっていくにつれて、要するに、クレーン中性を使った人から、金まみれでクレーン中性を使ってない人。で、今はその状況に向かって、徐々に今までの事実を掘り起こして、で、彼のその、怖いというか、非道徳的な人物像を、一生懸命引っ張り出そうとしてるわけですよね。そうです。で、その中には、ここで、大切なのは、彼は、ここ会社の、さっき、ここまでデュース出てきた2012年、2010年にブラすックごいウォー名前ターよくを覚えてる売な。却してるんですよね。すごいな、お話。よく覚えてね、さっき2012年のサテライトフォンの話よが入ったく覚ときえてる。に、もうその時やめてるぜ。もうやで、めてるけ2007年の話が出てくるっていう、すごいでど、すね。2005まで戻るの。あ、どうか。すごい。2005、そう、2005のサテライトの、サテライトフォンのサウスランでしょ。で、前回それに対するのさんはスダン、アフリカ詳しいので、さっきのなんとか空軍政権の話で、あれがそれがその大統領であると。で、コメントを前回残されてるんですけれども、すごい。大橋さん、すごいすごい覚えてるな。リッいや、プリンさんに。で、待って、確か2000、そう、2010に売ってるんだよね。で、すごい。なんていうの、ただここで、だから一生懸命司会者は、彼の嫌な部分を引っ張り出そうとしてますと。で、それに対して、その例として、今までの会社の、その損害賠償とか、ロスについてを引っ張り出してきたけど、でも、それは俺の後だと知ったこっちゃないっていう部分が関係してたね、ということ。で、あと、なんだっけな、サザエポンショーって2000、そうでしょ。逆に言うと2010年までのことであれば、彼は責任者ではあるんだけれども、結局、彼は看護師さんを役、ね、店主を雇ったわけじゃなくって、ベテランなんで、そう言ってたよね。ベテランって意味わかりますか、お二人は。ベテランって、ベ戦争、テランです。戦争に行った、日本でベテランってすごいなんかもう専門の人って思うでしょ。戦争に行ったものすごいベテこランとだのあけるど。人たち、違うんですか？戦争に行ったことのある人たち。ベテラン戦争とか、でしょ？そうへえ。要するに戦争を実退経験した。役軍人。退役、そう、退日本、役軍人そう、です退役ね。軍人だね。あ、なるほど。だから、もう一個出して、そこ入って。結局だって、傭兵するのに、銃撃ったことない傭兵してもしょうがないでしょ。そうで、ですね。どっちでもいい。戦場に行ったことない傭兵してもしょうがないでしょ。ってことは、戦場経験のある人ってことは退役軍人になるわけだよね。で、いや、入ってる。退役軍人がどんな人かって言ったら、天使ばかりじゃないのよ。で、それが、前回これ話したか覚えてないけれども、一般の、あっちでは、要するに、アンチアメリカの人たちもね、中東には、いるわけですよ。イラク戦争の時だって、フセイン政権の下で安定した政権はあったんです。イラク、スペイン。いや、スペインじゃない、イラク戦争のね、フセインの時だって、ね、アメリカが来たおかげで内乱がひどくなって、俺らの生活が悪くなったと。ベネズエラそもれそうだ。で、テロリストにどんどん入っていく人たちもいた。ベネズエラもそうだ。で、そうですね。ベネズエラもところどころたくさんあるんですけど、そういう話が。だから、アメリカはさ、ベネズエラなぜ侵略しないかっていうと、イラクと同じでさ、アメリカ兵を嫌うんだよね。ベネズエラ
要するにさ、マドゥーロ、ね、独裁政権でしょ、うんうん、だから独裁政権悪いからってアメリカが侵略するじゃない、うん、したらあのベネズエラの国民はアメリカの悪いと思って、うん、そう、だからイラクと一緒だ、なそう、あの例えばフセイン政権がアメリカはほらアメリカの都合で やったことありますから、全部で表に出てないんですけど、で、でその、はい、正当性はフセインが非人道的である、うん、極なんていうの、そういうのはもうトーチャーをねしている、で独裁政権である、で国民にそういうふうな、民主的な部分が行き足りてない、半分余計のそうなんですけど、行き足りてない、できてたらみんなそうだ、で最終的な、証拠出てこなかったけれども最終的な攻撃理由は核を持っているということをネタに突っ込んだわけですよ、うん、ね、で結局核出てこなかった、はい、っていうところもあるんだけれどっていうのあるんだけれど、入ったことで教区政治のいいところってあるのね、実は、うん、強制的に安定させるから、はいはいはい、強制的に安定させるから、とりあえずそこに触らなければ、はい、自分の生活は保障されるわけですよ、中国みたいね、そう、それもそう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 、うん、で大橋よく勉強してんね最近、いやいやいや、なので民主自由っていうのはいいんですけど、もうちょっと質問していい？はい。あのさ、トランプが今度さ、アフガニスタン撤兵とかさ、はい。あのシリア撤兵決めたじゃないですか。はい。あれはあなたどう思ってる？トランプもう。それは今ちょっと保留させてください。同じような話だ。でも。その話で、ベテランの話だから、その話でも何の話をしたいかっていうと、傭兵、ベテランっていうのは、そもそもは、退役軍人、経験のある、戦争経験のある軍人で、多分ベテラン戦争から多分来てるんだと思います。違うのかな、ちょっとそこは僕調べてわかんない。でもだからエリック・フリンスの中で言ってたのはさ、はい、まあ、そんなこと言ったっていっぱい雇ってんだから悪いやつも中にはいるよなって、でも中にはいるよとで全部俺に責任を回すのもちょっと待ってよってそれはそうだよ、でいいのはそれはわかるでしょ、うん、ね、っていう部分が大事なことの一つです。あくまでもエリックは、俺はもともとはそういうネイビーシールとかその、うん、スペシャルフォースにいた、アメリカに住んで誓った、でも今は会社を経営して、社員を雇って。これいつのビデオ？今年3月。だけど今さ、ブラックウォーターの社長じゃないよね。だから言ってるじゃないですか。2010年で辞めてるって。うん、今なんつうの？いや、忘れちゃいました。でも香港、でも大国がありましたけど、香港に、ああ、そうそうそう。香港にベースありますよと。で、後で出てくるのが、ウイグル地区にもそれがある、ないって話出てきますから。うん、でそれをエリック・プリンスは否定してますけど、だからそうすると、あそこの中国のウイグルの人たちの拷問に、トルクメスタンとかご存知ですか？あそこでも今民族浄化、知らない、やってんのよ。漢民族って分かるでしょ、中国の漢民族。トルクメスタンに漢民族いないよ。いやいや、だから中国の一部にトルクメスタンがあるわけですよ、ある意味。あ、トルクメニスタン人がいるってことね。あそこので、その人たちは中国の中にあるレアなイスラム文化なんです。あ、もうみんな殺そうとしてる。でイスラム文化なのでもうトルクメニスタン人は、みんなテロであると前提でたくさん捕まえてそこにキャンプを作って、朝30分は国歌を聴かされてるんです。変な国歌を、ね、反日映画の主題歌である国歌が中国の国歌って知ってます？いや、中国の国歌って聞いたら分かると思うんだけど、あれチラチラじゃないの？なんだっけ、進め進めっていうのは、うんうん、あれは反日映画なんですよ。反日映画の主題、オープニングなんです。そうなの？え、知らないんですか？そうなんですよ。知らない、全然知らない。だからもうおかしいんです。そうですね。完全に中国の仮想で行くから日本なんです。で、この前ありましたよね。砂漠の中に、横須賀基地の、ね。だからもう、そういう、それが、これ？そう！それと日本、反日映画って調べてごらん。反日映画って調べてごらん。
でもあなたさ、知ってる？あの、日本がさ、出雲の、出雲？うん、護衛艦ってさ、うん、今度あの、航空母艦に直すの知ってる？いや、だってもともとそう設計してますから。いや、だからそれ知ってる？いや、知ってますよ。それはどういうことかっていうと、もう完全に、仮想敵国は中国だっていうことを表明してる。いや、だって、いやいやいや、それはやんなきゃ。どっちが喧嘩売ってるんですか？出雲ってさ、まず尖閣諸島考えましょうよ。出雲ってさ、何年前にやってますか？出雲ってどれぐらいでかいか知ってる？いや、でも空母の鍋ですよね。うん。だからもう、ね、トマホークだってね、つけまのけるようにできてるのは、そうだって、1000キロ栄光するミサイル、だってそれを言ったらですよ、その朝日新聞からも悪いんですけれど、ね、朝日新聞からも悪いんですけれど、そもそも金田に火をつけたのは朝日新聞ですから、中国に。あのさ、出雲ってさ、ね、でもこの話はまた、食事中しましょう。確かに、ね、僕がやりたいのはこれなんですよ。出雲ってさ、ね、これ、ね、食事中しましょう。教えて、出雲ってさ、加賀と同じ大きさなんだ。でその加賀は多分、そのよくわかんないので、とりあえず、戦前の有名な国民。ちょっと食べながらやりましょう、じゃあそれ。ね、加賀。ね。で、だから僕が言いたいのは、ベテランの話、あの、は、エンジェル雇っていませんよと。で、2010年まで知りませんよと。で、それに対して、司会者は、お前はこんな非人道的な会社じゃないかと言ってますよ。それがまさっきここまでです。We're seriously wounded. It's a problem when you say we didn't employ angels, we employed veterans, but right now you want to do it all again. That's the problem, is it not?Well, here's the thing. After 17 years of war, okay, where the United States is spending more than the entire UK budget, defense budget, just this year, and still losing in Afghanistan, yep. I think it's time to look at a different way. So I want to talk about Afghanistan, but just before we get to your Afghan plan. これ just this year って言って、俺これ気づかなかったけど言いましたよね。何？ね。Spending more than the entire. ね。United States spending more than entire UK budget. Budget, defense budget. Defense budget. Budget, just this year. Just this year. 今年。これさ、UK budget, defense budget, UK の defense budget, UK の全体のバジェット。国防予算。Just this year. これどういうこと？だから、ちょっといいですか？すみません。これが。何をしようとしてるの？戻そうとしてるの？ちょっと小さいスクリーンにして、なんだっけ、書いてあること。え？まあいいや。まあいいや。これ今年の3月に僕出たという認識なんですよ。今年の3ヶ月で、今年の3ヶ月で、UK の国防予算を使い切って以上使ったって言ってるかもしれない。うん。そうですね。今年の3月ですね。2019年。そうでしょ。3回。いや、僕、それはちょっとね、そんなにアメリカ使ってるのか不安にと思うんですけど。使ってますよ。UK バジェットって、ディフェンスバジェットって小さいの。小さいんですか？なるほど、うん。自衛隊より少ないの。あ、本当？あ、私はなかったです。うん、少ない。じゃあれば続きましょう。じゃあ認識、まあ、今年の3月ってことで全然認識あるよ。合ってますね。うん、はい、わかりました。ありがとうございます。3ヶ月でしょ？はい。全然合ってる。And still losing in Afghanistan. Yep. I think it's time to look at a different way. So I want to talk about Afghanistan, but just before we get to your Afghan plan, I just want to get to what drives you when you kind of come up with these plans to do private security, especially in a lot of these Muslim majority countries. To do private security issue, what? Private security ってどういう意味？ Private security だから、国のために、国の、だから、結局、まあ、傭兵ですよね。はいはい。個人的な、その、パーソナルセキュリティですよ。ね、a lot of these Muslim majority countries. Because you yourself have referred to the people your men were fighting in Iraq as barbarians who. あ、ここも見たね、まだ。あ、ちょうどこの辺も。Crawled out of the sewer. You say in your memoir, these were the chanting barbarians American troops had been sent to liberate? Sure.Chanting barbarians. なるほど。American troops had been sent to liberate. どういう意味 chanting barbarians? だから、イスラム人を、けなした言葉を、メモアってなんて、闘争本、なんて言いましたっけ？みんなほら、軍人を辞めるときとか、大統領辞めるときに、自分の日記みたいなのを残すじゃないですか。うん。
防備録ね。防備録、メモアル。備忘録。備忘録。備忘録って言うんですけど、メモアル。で、そこに、エリック・プリンスは、イスラムのことを、チャンティング・バーバリアンス。で、アメリカのそういうトゥループが解放しに行った、I can't remember it. Americans had been sent to liberate. If people... これは、だから、イスラム人全員に対して言ってことじゃなくて、まあ、アメリカを敵とするテロですよね。テロ。で、それをこれが今言うところなんですけど。People that think it's okay to drive a car bomb into the middle of a square, into the middle of a marketplace, さっきのナサカスクエアでのことですよね。日中に白いキアの車が通っていて、それがテロだと。中で殺せと。で、それで実際に狙った白いキアが民間人だった。で、それについて。それは民間人だったのね。民間人だったの。で、謝ってねえじゃねえか、あれは殺戮じゃねえかって言ったら、でもその直前に爆発がありましたと。でなかったら、いやいや、ありまして、俺はその情報がちゃんと分かってるんだから、ありましてってさっきやりたかったんですけど、で、その瞬間っていうのは、爆発の瞬間っていうのは、もう判断はその、もうコマ1秒しかなりませんと。その時に来た情報が全てですよと。で、来た情報で、ホワイトキアがあったので、それを狙いましたよと。でもそれは別に民間人を狙う意図があったもんじゃありませんよと。っていうのが言ってることなんです。で、じゃあ、なんでホワイトキアを狙ったかってさっき言って爆発があったからでしょ。誰が爆発がしたか、反米のテロ組織ですよと。まあ、反米がわかんない。とりあえず、メロードスクエア。スクエアってのはそこ、なんていうの、スペースのこと。広場のことね。インテルメロードマーケットプレイスでしょ。カーボン、車。カーボン、メロードマーケットプレイスでしょ。Well, to attempt to kill an American and in doing so, they kill dozens and dozens of civilians. Absolutely, that's barbaric. Which is true, right? それがバーバリックであると。バーバリックって言うの何て言うんでしたっけ？バーバリック？うん、野蛮。これ何て言うの？野蛮か。そう。I think if you refer to terrorists, you call them whatever you want. But you said these were the chanting barbarians. American troops had been sent to liberate. You weren't sent to liberate terrorists. Sent to liberate って解放する？うん、だからそうです。アメリカ軍は、そう、テロの人たちを解放するために向かったと。そういう野蛮な人たちを、自由にするために、民主、まあ、これって、リベレートの自由は民主的ですよね。民主化させるために向かったと。で、意味わかんないけど、セントがリベレート。セントってのはアメリカ軍送ったですよ。セントが軍を送るときに送る。You are not sent to liberate terrorists ってテロリストを自由にする。つまり、あなたはね、野蛮な人たちを自由にするためにアメリカ軍を送ったみたいに書いてるけど、それがあなたの目的じゃなかったでしょと。Sounds like you're talking about Iraqis. ね、で、それは、まあ、まあ、イラクについて語ってよ。Sir, look, the your words from your memory, the decision of Iraq. Please. The U.S. decision to go to liberate Iraq from Saddam Hussein, who did a lot more. To liberate Iraq from Saddam Hussein. だから今のそういうふうに民主化させるっていうのは確かに、イラクの時はそうでしたよね。さっきのイラク戦争の話もそうですけど、そういうふうに。もう独裁政治から解放させると。なので、なんか今、この話はアフガニスタンの話なんだけど、イラクの話っぽく聞こえるよねと。で、それでみんな受けたわけですよ。あれってこれちょっとしくじってね、エリックみたいな。で、